トーマス・ヘスラーは、ドイツ・ベルリン出身の元サッカー選手、サッカー指導者。選手時代のポジションは、攻撃的ミッドフィールダー。1984年 1FC ケルンでキャリアをスタート。クリストフ・ダウム監督の下、身長166センチメートルとドイツ人としては、極めて小柄ながら、豊富な運動量と巧みな足技で頭角を表す。ケルン在籍時は、 ピエール・リトバルスキーと共に中心選手としてプレーした。1988から1989シーズンにはドイツ・ブンデスリーが最優秀選手に選出された。1988年8月31日、ワールドカップ、イタリア大会予選のフィンランド戦で代表デビューし、アシストも決めた。ワールドカップ、イタリア大会では5試合に出場して、西ドイツの優勝に貢献。 その後も、代表の中心選手として、UEFA 欧州選手権1992では2ゴールを決め、準優勝に貢献し、ベストイレブンに選出されると、同年のバロンドール投票4位、FIFA 最優秀選手賞投票3位をそれぞれ記録した。1994年のワールドカップ、アメリカ大会ではベスト8、UEFA 欧州選手権1996では、 優勝、1997年8月20日のワールドカップ予選、北、アイルランド戦では、ビアホフの3ゴールをすべてアシストした。1998年のワールドカップ、フランス大会では4試合に出場し、ベスト8進出に貢献、UEFA 欧州選手権2戦でも2試合に出場、代表では通算101試合に出場した。 また1988年にはソウルオリンピックで活躍を見せて、銅メダル獲得に貢献するとともに1990から1991シーズンにセリエ A ユベントスへ移籍、その後エースローマで3年間プレイ、1992から93シーズン、第21節のフルスユベントス戦では、ロングシュートで決勝ゴールを奪うなど、リーグ戦では88試合11ゴールの記録を、 残した、また1992から93シーズンには、チームを、コッパイタリア決勝に導いた。1994年に、カールスルーエース C に移籍して、ドイツに復帰を果たすと、以降は、ボルシアドルトムントや1860ミューンヘンに、在籍し、2003年5月24日、ブンデスリーが最後の試合となった、最終節の VFL 防腐無線で、 ブンデスリーガ通算400試合出場を達成、その試合で1ゴール1アシストを決めた。2004年にオーストリアブンデスリーガのアウストリアザルツブルクを最後に現役を引退。代表ではワールドカップユーロのタイトルを獲得したが、クラブチームではすべて準優勝とタイトル獲得はできなかった。ブンデスリーガでは通算400試合出場68ゴールを決めている。 ドイツ代表としては歴代5位となる通算101試合に出場した。ニックネームの一家はドイツ語の一人称代名詞のイヒのベルリンりであり、ヘスラーはベルリンりが強くイヒをかと発音していた。またトマーシノは AS ローマ在籍時に付けられたニックネームである。小柄ながらもドイツ人には珍しいテクニシャンタイプのプレイヤーで、 当時世界トップクラスのフリーキッカーの一人であった。引退後は、ナイジェリア代表のアシスタントコーチ、1FC ケルンのユース部門で、テクニックスペシャルコーチなどを務めていた。ありがとうございます。